玉大鳥寺は東京都港区三田4丁目に所在する曹洞宗の寺院。山号は青霧清山。本尊は釈迦如来像。お白い地蔵でも知られる。江戸時代が間近に迫る安土桃山時代末期の慶長4年、江戸八丁堀に改装したと伝えられる。その後、江戸城の拡張工事に伴い、三田が寺町として指定された寛永12年に幽霊坂にある現在所在地へ移転した。現在の山門は、檀家であった第20代内閣総理大臣、高橋是清が、檀信と総代を務めた折に発願し、1906年7月10日に建立、寄進したものである。山門に掲げられた三号学の書、青霧清山は、永平寺灌樹、瑞岳蓮薫による揮毫。右のテンプレート上に山門の画像あり。五化粧延明地蔵尊地蔵堂は、山門の左手に所在し、当時の名を広く知らしめている五化粧延明地蔵尊を安置している。これは通称で化粧延明地蔵、お化粧地蔵、お白い地蔵、お白い地蔵などとも呼ばれる石造地蔵菩薩座像で塗られたお白いで真っ白な姿をしている。化粧延明地蔵名義で港区の登録有形民俗文化財となっている。江戸時代のある時、当時の住職格であった大高志逸夫匠は、八丁堀地蔵橋のあぜに打ち捨てられたように、転がっていた泥まみれ石地蔵を見つけ、不憫に思って、寺へお連れした。泥を洗って差し上げ、できる限りの傷の手当てをしたものの、痛みがひどくて、思うようには、きれいにして差し上げられなかった。気の毒に思った和尚は、石地蔵のお顔にお白いを塗って差し上げ、お祭りすることにした。すると、兄はからんや、和尚の顔にあったあざが消え失せてしまったという。市井の女たちがこの噂話を聞き逃すはずもなく、容姿の悩みどころを直してもらいたいがためにお白いを持参して、石地蔵をお参りするようになり、やがて女に限らず多くの人々が自分たちの体の患っているところを直していただこうと、地蔵菩薩真言、オムハーハ、ヘクタールビスメイエスビーチェを唱えながら、自身の患部と同じ場所にお白いを塗って祈願するようになったと言われている。現在でも多くの人が、とりわけ多くの女性が訪れては、お白いならぬ備え付けのベビーパウダーを塗ったり、指先にマニキュアを塗ったりしてゆくため、全身真っ白で指先だけ赤い地蔵尊となっている。往時の和尚と同じく、顔のあざ、傷、シミなどに悩む人や美肌を望む人のほか、諸々の願い事を抱えた人々がやってくる。なお、和尚が石地蔵を見つけた当時、八丁堀地蔵橋のあぜなる場所は、町奉行所、八丁堀より軌道新組屋敷の敷地内であった。これは、現在の中央区日本橋茅場町の2丁目と3丁目の定界で、桜通りと鈴蘭通りの交差点あたりに相当する。八丁堀生まれの幕末の与力、佐久間長隆が表した、嘉永日記章によれば、地蔵橋という名の石橋は、二蔵橋から改称されたものであるという。また、昔この橋の脇に、小さな石地蔵があったが、大火で焼け崩れたとも言う。それぞれの話は、つながりがはっきりせず、時系列も不明である以上、すべて無関係という可能性もあるが、八丁堀の地蔵橋、昔そこにあったが被災して消えたらしい、石地蔵、そして、和尚が橋の近くで見つけた泥まみれの石地蔵は、一本の線で繋がっていてもおかしくはない。当時の境内墓所に立つ、石造聖観世音菩薩立像は、通称で、陽子観音、美容観音とも呼ばれる。陽子とは若くして亡くなった宝塚歌劇団出身の女優、北原陽子を指しており、美容は、北原陽子の戒名、めぐみ聖院清蓮見春大師から来ている。1985年8月12日に日本航空123便墜落事故が発生し、北原陽子は犠牲者の一人になってしまった。彼女の遺骨は玉大鳥寺にある吉田家の墓所に埋葬された。そうして一周忌を迎えた1986年8月。芸能界での大いなる前途と長く続くべきであった人生を24歳の若さで断たれた北原を忍ぶ有志によって建立されたのがこの像である。石像の容姿は北原陽子をモデルにしている。宝塚音楽学校からは北原と最も仲が良かったという同期の黒木瞳をはじめ個人を忍ぶ人たちが参拝し続けており、逝去した8月には特に多くの人々が訪れる。北原が逝去して久しいが、参拝者は絶えない。ありがとうございます。